こんにちは、ゆうやドローン旅です。今僕はですね、岩手県花巻市にある河原の坊駐車場という場所に来ておりまして、本日はですね、ここから岩手県の日本百名山早知根山に登っていきたいと思います。今回はね、小田越登山口から登るルートを使うんですが、駐車場から登山口までは自家用車で通ることができない道を約2キロね、まずは歩いていくことになりますので、まずはね、登山口の方に向かっていきたいと思います。というわけで、これから早速出発していきたいと思いますが、僕のチャンネルでは山の動画を中心にアウトドア情報やドローンで撮影した絶景、旅の様子などをお届けしておりますので、少しでも興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは出発していきましょう。レッツゴー。じゃ、この場所にはね、早知根総合休憩所っていうところがありますね。今回はね、登山口まで僕は歩いていくんですが、日にちによっては、運行日と時間がね、このような形で決まっていて、シャトルバスもね、運行されてるみたいなので、歩きたくないよっていう人はね、これ調べてくると良いかなと思います。ちなみにね、ここから山頂を目指すね、最短の河原の坊コースっていうのもあるんですが、ここはね、もう無期限で、通行禁止となっているので、基本的にはね、この小田越の登山口の方から登っていかないと、基本的にというか小田越の方から登っていかないといけないですね。今回もね、駐車場から登山道まで林道をね、しばらく歩かないといけないというね、よくあるパターンですね。はい、というわけでね、舗装路しばらく歩いてきて、小田越登山口到着しました。この登山口から、山頂までは標準コースタイムでは4時間半となってます。ではね、登っていきましょう。どこも一部入っている au 全域可能。一番最初は、緩やかなね、木道からスタートですね。簡単にね、先ほどの河原の坊駐車場までのアクセスのお話をすると、盛岡駅から来たんですが、1時間15分ぐらいかかりました。そのうちの、半分ぐらいは車がすれ違えるかすれ違えないかくらいの林道がずっと続くので、ここまでね、車で来る方がほとんどだと思うんですが、運転はね、結構注意しないといけないなと思いました。ただね、林道も時折退避所が用意されているので、その退避所をうまく使いながら車とすれ違う時はっていう感じですね。登山道からだいたい15分くらいですね。この辺りからね、一気に急勾配になってきますね。ここから標高1800メートルくらいまで、もう本当にね、一気に登り続けるっていう感じなので、ここからがね、正念場ですね。登っていきましょう。すごい岩場ですね。大きい岩を一つ一つね、渡り合う。
走ってきましたね。風になりました。でも風があるからすごく涼しいですね。ただ12時半ですね。駐車場出発してから1時間15分くらいで、5合目まで到着しました。周りはね完全にかすっちゃってますね。ここからね山頂までは距離でいうと約1キロみたいですね。時間でいうと標準コースタイムでだいたい45分くらいというふうにね書かれてました。それではね、引き続き先進んで山頂を向かいたいと思います。5合目にね大きな岩ありますね。岩陰があってなんか雨宿りとか寒さしのいだり風しのいだりできそうな場所ですね。今日はねガスっちゃってますけど、先ほどの樹林帯抜けた頃からはガスってなければねめちゃくちゃいい景色が広がってそうですね。5号目から先もねひたすら同じようなね岩登りが続きます。結構ね単調な登りで、景色もねガスってるので動画はね省略気味で行ってますけど、12時50分です。剣ヶ峰噴気ですね。ここまでが、岩登りっていう感じで、最後ねここから早知根山の山頂までは10分ほどのね緩やかな登りです、ここまでねがっつり岩登りがしばらく続きましたが、ここからは最後10分ほど緩やかな登山道を歩いていくという感じになります。あっちの方ですね向かっていきましょう。今年はね、避難小屋改修工事してるみたいですね。早知根山標高1917メートルです。駐車場出発してから1時間45分くらいで、早知根山山頂到着しました。登山コースは最初樹林帯抜けたところからずっと岩登りが続くのですごく楽しかったですね。でその中で一つ思ったことをお伝えするとすると、大小いろんな岩がね転がってるところをずっと登ってくるんですけど、やっぱりいろんな人が同じところに足を置くので岩の表面が結構ツルツルしててすごくね滑りやすくなってる箇所が多くあったので、そこだけね足滑らせたりしないようにね注意して登っていただければと思います。で結構ね今風も強くて天気もねご覧の通りなので、今回ねドローンの空撮は断念したいと思います。下山自体も全くね同じ道を戻っていくという感じになりますので、今回はね動画はここまでにできればと思います。今回もね最後までご覧いただきましてありがとうございます。今回ねガスってしまったので絶景をお届けすることはできなかったですけれども、少しでもね、登山コースの情報などがね皆さんの役に立っていればすごく嬉しいので、この動画が役に立った早知根山登ってみたいって感じてくださった方がいたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。